こんにちは、琥珀です。本日はこちらのアンティークのお着物を着ていきたいと思います。その前に、先日群馬県の下仁田に行ってまいりました。骨董品を見にですね、古道具熊川さんというお店にお邪魔させていただき、素敵な作品をたくさん見させていただきました。お店の方に下仁田の大自然をいろいろ教えていただき、帰りにですね、少し寄り道をして、山深い集落や古き時代の、残っている建物を見てまいりました。南牧村にある蝉の渓谷というところに行ってまいりました。渓谷を見るのは初めてで、流れる川の水がですね、青々していて、上から見ているとなんだか吸い込まれそうでした。そんな南牧村は全国的にも有名な過疎地域です。隣接する富岡市は世界遺産にも指定されているあの富岡製糸場があり、お店も多く街も活気があるようですが、人間の息のかかっていない大自然がある南牧村や、そんなエリアに位置する下仁田にはですね、味のあるお店や昔ながらの街並みがあって、本当に素敵なところでした。はい、そしてこちらのお着物なんですが、私がですね、お着物に興味を持ち始めまして、結構ですね、最初の方に、1g1円のリユース着物ワーゴさんで購入したアンティークのお着物になるんです。季節も変わってきているので、お着物たちにですね、風通しをしようと思いまして、出してきまして、今回着てみました。アンティークの帯もですね、少し破れてしまっているので、こちらもちょっと手直ししようと思っております。このお着物、胴裏は全部もみになっておりまして、いや本当に綺麗なんです。1g1円ですので、なんと760円でこの時購入しております。いや本当すごいですよね。こんな素敵なものがですね、時代を超えて蘇るのってやっぱりいいですね。なので8ヶ月前にですね、動画で撮った時と同じお着物と帯で着付けてみました。8ヶ月前より少し上手に着れてますかね。なんだか今回はですね、たった8ヶ月前に、私のところにやってきたお着物なんですが、すごく懐かしい気持ちになりました。これからもですね、大切に着ていきたいと思います。そしてワーゴさんにもまた行きたいなと思っております。はい、そして続々とハンドメイドの半幅帯も出来上がってきております。紫のアンティークのお着物をほどいて作ったものや、麻と綿の布から作成した刺繍入りのチェック柄の半幅帯を今日のお着物と合わせて締めてみました。チェック柄の方はもう少しカジュアルなお着物に合わせた方がいいですかね。はい、また動画にしたいと思います。はい、そんな感じで、本日も皆さん見ていただきましてありがとうございます。それではまた。